ツンにドッキリしたいな、なんか久しぶりに。久しぶりですね。はい、というわけで今回はですね、最近ね、ツンにドッキリ仕掛けれないなということで。ツンのこと嫌いだった？いや、あいつはちょっとまともになりすぎた。いや、そんなことないわ。教育が、あの、俺の車汚してたから。で、そのドッキリというのが、積分サークル反対から解散を求められるドッキリよ。反対総務課っていうアカウントを作りました、ここに。で、なんか Gmail っていう。確かにな。普通の大阪ユニブ.ac.jp みたいな。で、内容がですね、阪大総務課の中井です。積分サークル様の5月堂、いつも拝見させていただいております。一応視聴者なんですよね。なるほど。適宜は持たれすぎないように。なるほど。で、一視聴者として大変お伝えしづらいんですが、大阪大学の学生の集団である積分サークルが学生サークルという立場であるにもかかわらず営利目的の活動を行っているとして、一部教授から活動反対の声が上がっています。いや。ダメなんですよこれは。ダメ。マジで害悪やな、その発言。以前からこのような声が上がっていたんですが、賛成する教授もいたため。伊藤先生。伊藤先生が青学に行ったんで、もう賛成する人いなくなっちゃった。議論は並行しておりました。しかし大阪大学のマーケティングにも関わる問題ということで、西尾総長からも指摘の声が上がり、いよいよ見過ごせぬものとなりました。青や。つきましては、積分サークルの解散をするか、あるいはチャンネル名の改名をお願いいたします。また科学科のさんに関しては、科学科の主任からこの件に関してお話があるそうなので、6月2日17時に主任の研究室でお越しください。名指しで呼ぶって。名指しね。一応名指し呼びさせて、あの、当事者意識を高める。しが済んだってことはもう気づいてるわけね。あ、そうか、バレてる。はい、これを今ね、関さんの G メールに送ったんで、このときって、我がが多分呼んでくれるということなんで。おー、なるほど。これはでも1位の範囲なんですか？因数分解。それ見てこれ。絶対じゃないですか。で、なんか反対からメール来たんですよ。反対からメール。コア、コア。待って、ちょっといいですか。え、みんなに聞こえるように呼んでよ、じゃあ。大阪大学の学生の集団である積分サークルが学生サークルという立場であるにもかかわらず営利目的の活動を行っているとして、一部の教授から活動反対の声が上がった。笑えやろ。しかし大阪大学のマーケティングに関わる問題ということで、西尾総長からも指摘の声が上がり、ミスるマジで。でもこの前も言われてた。言われとったよな、と思う。そう言われてたお前の。上さんのあれも言われとったよな。そうなの。マジ。待って待って。つきましては、積分サークルの解散をするか、チャンネル名の改名をお願いいたします。マジ、ちょっと待って、最後。また、科学科の〇〇さんに関しては、科学科の主任からこの件に。笑ったー、笑ったー、笑ったー。サークル名乗んなよってことですよね。まあ、そういうことや。積分集団で言ってますね。でもいいじゃん、それ、動画にしていいんだったら、ちょっとな、100万ぐらい来たけどな。反対からも。営利目的するんだって言われる。お前は、これを営利に変えようとするな、お前。いや、だってこれはね、最悪営利にしなくてもいいから、集客でもいいから、ちょっと動画にしたくない。面白い。確かに。俺的には、解明するぐらいだったら、なんか、やめてほしいけど。一番言ったらダメな立場じゃないですか。俺が考えたサークルなんやもん。積分科学団。でも積分サークル、大阪大学、非営利積分集団。NPO とかつけないんじゃないですか。いや、まあ、営利ではあるんですけど。ノンプロフィット、あ、そっか、ダメか。結局だから、お前らも硫酸使うから、全てがそこからの始まりやろ。だって俺も硫酸の企画やったことあるけど、ミスだったもんな、あの時。大きい。まさやな。だってそれだって面白くないんだよ、やっぱ硫酸使う。面白くない今の。結構有名な動画や。今日だけ何回か擦ってるから。そうですね、あの動画。ついに。なんでほんまに犯罪から嫌われたら。いや、でも、好かれ、あの、同じあの、会社の中に好かれてる。好かれてないやつ俺。俺はひいきされてる。団体的には一緒やのに。結局なんか一番いいわじゃないの。一番いいかみたいな。一番いいやじゃない。やっぱ悲しい。学内派閥みたいな話やから。
なんかの動画だって話じゃない。でも、もう単純にも概念みたいな石文サークルが生理的に無理みたいな感じですね。だから生理的に無理な教師多分いっぱいいるからな、正直そうなんでそうなんで俺らもそうなん、俺絶対あ、ご連絡いただきありがとうございます。6月2日に研究室に伺いますので、ご連絡によろしくお願いします。まあ、いいんじゃない。さっきまでウキウキとかで問題書いとったのに、もう問題どころじゃなくなった。いや、全然問題ありますよメンタル強。お前メンタル強。すごいよ。俺言うて結構動揺してるよ。いや俺もしてる。あ、早っ返事来た。返事早っ。ジムの人あげてよ。なんでこの時間に稼働してんねん。かわいそすぎだろ。ちょっと行きます。お返事ありがとうございます。また科学科のに関しては以前アップされていた動画が問題視されており、科学科主任から厳しい処分下されると思われます。マジ万が一の事態もありますので、一度親御さんにも連絡してください。僕じゃ連絡するわなんでお前なんでお前が全責任を負わされたどういうこと。人生詰まされたかもしれない。まあ別にいいんじゃないですかメンタル強。お前強っ。えそんな言われる人じゃなくな。一旦お母さん電話してみます。くさ。あれ、嫌いだ。もしもし。なんか、本大からなんか石文サークルの活動ですごい怒られが来てるっぽくて今。怒られてる？怒られてるらしくて、大学から処分が来るかみたいな話今なってるっぽい。何やったの？なんか、硫酸ダメージっていう、まあなんだ、科学の知識をちょっと使った系の、まあ、動画を上げて、まあ、それがまあなんか怒られて動画消したんだけど、まあ、それがなんかさらに今更になってる。一旦なんか処分が下るかもしれないから一応ちょっと報告だけしておきます。今後のな何食べなかったこと？わかんない。まあ、じゃあ今のあるとかの辺は卒業しちゃってるから何も関係ないってこと？まあなのかな。いや卒業してきゃよかったんかなもしかしたら。嘘でしょ。わかんない。そのメール来ちゃったからな。多分そういう話進んでるんだと思う。いや、本当申し訳ないですね。すみません。もう何とかできるでしょ。いや、絶対何とかするよ。何とかするしかなくやつ。あ、じゃあ花尾さんどうか。あ、はじめまして。あ、はい。あ、じゃあ、花尾です。あ、すみません。花尾電話の花尾と申します。はい。いつもお世話になっております。はい。びっくりしてる。いや、ちょっと僕も今聞いたばっかりで、かなり衝撃を受けたんですけど、厳しすぎるかなと僕は感じてるので。ちょっと今私も心拍数が今ちょっと上がっちゃって ですよね。はい、僕はでも反対に仲いい教授が今はいないんですけどないじゃないですか。ちょっと事情を聞いてみて何とかできないか僕もちょっと尽力してみますので頑張ります僕らも。はい、はい、ちょっと本人がね散々悩んで決めてこういう判断をして今卒業しなかったっていう状況があるんですよね。絶対に何としても、ね、何事もなく終われるように、はい、花尾さんと一緒に動画やりたいっていう思いを強くここにも言ってたんで、僕としてもすごい大事な後輩なんで絶対失いたくないんで。わかりました。ちょっと頑張ります。はい、はい、ちょっとびっくりして、まあ、ちょっとはい、すいません、ちょっと急に唐突に申し訳ないです、はい、はい、悪い方向に行かないように。はい、頑張ります。じゃあまた進捗があったら連絡するにします。はい、ちょっと頼むわよ。あ、まあ、まあ最悪就職するんで。はい、いいよ。夜もだから、うん、というね、話だってメールで来てるんだから、まあ、そう未来のことを考えてたんで。じゃあもう一回変わってもらって。あ、はいはい、わかりました。はい、すいません、お母様。はい、ドッキリでございます。すいません、今ドッキリです。嘘ついてました。スン君にどうしても久しぶりにドッキリがしたいということで、このような事態になってしまいました。すいません。ご安心ください。いやー、スンがね、ちょっと予想以上に信じてたね。いや、今回は、まあ、ちょっとあれなんですけど、怪しかった。いや、なんか、まあ一杯食わせたかと思って。あ、どうぞどうぞどうぞ。いや、なんか
あ、ドッキリ気づいたってこと？はい、カメラあったんで。あー、マジか、はい、うわ、やられたうわ、やられた、逆ドッキリお母さんにドッキリしたってこと？とか、なんか、とかお母さんに連絡してって言ったから、じゃあちょっとね、重い感じにしてみたら彼氏困るかなと思いまして。だ、困ったよ、俺はめっちゃ困ったよ、俺僕らめっちゃおもろかったですけど、やべー自演でめっちゃいいやつみたいな。俺だからもう、やばい、早く言ってあげな、やばいと思ってすいません、お母さんは、僕がちょっと騙されてしまいました。ドッキリなんですね途中でドッキリと気づいたらしく、私もどうしようと思いますね。いや息子さん、ちょっと YouTuber として成長しているようです、どうやらいや僕もマジで今ちょっととんでもなく今汗かいてます今いやすいません、ご迷惑おかけして申し訳ないです。いいえ、とんでもないです。花尾さんと動画を、ね、やりたいって言って休学までしてるので。いや、そうですね、はい、普通に積分サークルは安泰だと思われますのでご安心ください。はい、わかりました。お前も謝れ。はい、すいません、本当に申し訳ない、すいません、申し訳ない広い気持ちだったくそ、なんだよ